皆さんこんにちは。今回は知り合い、元医学生が作ったソウルライクなゲーム Project Ergoth をやっていくよ。ちなみに、画面が微妙に埋まっていないのは自分のモニターの比率のせいだね。ごめんね。というわけで、縮小して息をずらしました。ソウルライクって言われたら大体どんな内容かイメージできるかな。作者曰く戦闘の緊張感や戦闘勝利時の達成感を追求した学生個人開発のシングルプレイ専用本格アクション RPG とのこと。自分はあんまりプレイしたことがないタイプのゲームだったんですが、こういうゲームってめっちゃ難しいんですね。ちなみに、今やってるのはチュートリアル、キーマウ、パッドどちらも対応しています。基本操作は、武器の装備と解除、ロックオン、攻撃、ガード、回避ですね。ガードには、ジャストガードというか、パーフェクトガードというものが存在していて、タイミングよくガードすると、通常よりも重い一撃を相手に与えられるよ。めっちゃグダってるのちょっとカットしますか。このように、カウンター攻撃も存在しています。判定はだいぶシビアな感じがしました。それから、このゲームのキーとなるシールド。回復量は大したことありませんが、貴重な回復ソースで、正面から敵が攻撃した時に防いでくれて、HP が回復します。言い忘れてたけど、緑が HP ゲージ、青がスタミナゲージで、スタミナゲージを構えている間に消費します。それから、ワープ攻撃、重厚感あふれるゲームかと思ってたんですが、相手への距離を詰める貴重な攻撃でした。このゲームの推しプレイで勝てないように設計されていて、ほぼ唯一瞬間的に距離を詰められる技となっております。その理由がこの後の戦闘でわかるかと思います。それからシールド同様ワーク攻撃とこの後紹介するジャンプ攻撃はスタミナを使います。で、こちらがジャンプ攻撃で、空中にいる間は無敵になるようです。ただ、その後硬直が発生するので、空中にいる間に敵の攻撃が終わること前提になりそう。というわけで、ここからが本番ですね。早期体験版ということなので、あまり敵は出てきませんが、自分は死にまくったので十分でしょう。ちなみに12月に Steam から正式な体験版がリリースされるようで、発売は来年2022年の3月だったかな。一応早期体験版は誰でもダウンロードできます。気になった方は動画の途中で見るのやめて自分でプレイしましょう。自分は一応体験版をクリアしましたが、完全クリアはできていません。どうしてなのか、この後わかることでしょう。というわけで、体験版は動物園から脱走した動物を捕獲するという内容となっております。どんな動物が脱走したのでしょうか、楽しみですね。で、まず通行人 A がいるので芝居ていきましょう。正直、通行人 A のくせに強いのよね。結構簡単そうに見えるけど、攻撃の当たり判定が結構ファイナル判定だから、なかなか当てられん。で、通行人の行動をよく見てるとわかると思うんですが、徐々に後退しながら襲ってきてるんですよね。だから、相手の攻撃を受け止めるか、回避するかシールドするかの駆け引きが前提になります。一応ワーク攻撃をすれば、距離は詰められるんだけどそのカウンターも結構痛い。それから敵の攻撃をガードしても結局 HP 削られるんだよね。ジャストガードには自信がないので、最終的にスタミナ回復を待ってシールドすることが多かったね。そして通行人 B が普通に A より強い気がするんだけど、気のせいなんだろうか、シルエット同じだけど。あ。ということで気を取り直して、こいつら無視してボスへ直行します。そう、完全クリアできていない理由に、雑魚敵をスルーしてボスを倒してしまったっていうことがあるんですよね。すまん、通行人 AB 強すぎて、全部倒した上でボスなんか倒せへん。というか、通行人倒すだけでも瀕死になるんですが。ちなみに体験版はボスを倒せば、そのまんま終わりです。ここまで見て、プレイが気になってる方は動画を閉じて、プレイしましょう。自分は55分くらいクリアにかかりました。そんなボスです。ぜひ死んで覚えて倒す方が、達成感もすごいですよ。まあ、12月に普通の体験版が配信されるので、その頃にはボスも追加されているんだろうか。ボスとの戦闘の基本はシールドです。相手の攻撃に合わせてシールドして殴りましょう。で、通行人が後ろに下がりながら襲ってくる、と言いましたが、ボスはかなり顕著です。画面はすでにどうしよう、って感じです。このボス、HP が減るごとにパターンが変わってくるので、第1ラウンドは適当にやっても、ご覧のように半分くらいは削れるはずです。
で、HP は半分を切れば露骨に後退しだして、攻撃を受け止めるか、攻撃の隙に攻撃を差し込む必要があるので。ある意味、倒し方が分かっていてもかなり苦戦が強いられますね。こんな感じで、1、2回しか攻撃がヒットしません。さらに、このジャンプ万歳攻撃が、シールドのタイミングをずらしてきます。シールドは構えている間スタミナが減るので、1パターンで倒させないという作者の意思を感じますね。スタミナが尽きるとシールド解除されて、大ダメージ受けますからね。今思ったけど、すごい古風な実況の作り方しているな、懐かしい。しれっと、死んだシーンをカットしましたどうも。とりあえず、どんだけ慎重にプレイしてもうっかりなミスで死ぬことが伝わったかな？そういえば、レビューって言ってる割にレビューしていませんでしたね。ざっくり、このゲームの良い点はモブ1体を倒すことにだって頭を使うところです。とりあえず、全部倒せばいいんでしょ？ってならずに敵と戦うかどうかすら考える必要があるのは面白い点ですね。それから、悪い点ですが、カメラ操作が難しかった。特にターゲットしているとカメラが固定されるんですが、ボス相手だと見づらくなることがあった。まあその都度ロックオン解除して手動で直せばいいんだけどね。ゲームの難易度については、高難易度を歌っているゲームなので、こんなもんでしょう。人によってあれこれありそうですが、このようなゲーム未プレイの自分でも時間さえかければクリアできました。実際難易度がどんなものか気になる方は、ぜひプレイしてコメントで知らせてくれると嬉しいですね。逆に簡単すぎるということはなかったので、そこは保証します。まあ、この動画が攻略法になっているとは思うので、初見での話ですが。という感じで先行体験版をクリアしたって動画でした。ここからは公式のデモムービーをお借りして終わりたいと思います。気づいているとは思いますが、脱走したゴリラを捕獲するというのは適当に作ったストーリーです。本当のストーリーは、主人公は謎のオブジェクトエルガスを求めて遺跡やダンジョンを探索し、守護者たちと戦闘を繰り広げていきます。というもののようです。どのような、謎が秘められているのか、リリースが楽しみですね。動画の方ですが、ご覧のようにボスを倒すと体験版が終わります。ちなみに、こちらは公式デモムービーです。空が綺麗ですね。もっと、マシな感想は出てこなかったんだろうか。でもムービーを見た感じ敵が少し柔らかいので、本編だと順を追って強くなっていくのかな？ということはつまり、自分の成長をだんだん感じられるゲームになりそう？私もっとこのゲームのこと愛。おやもうそんな時間か。このゲームは戦闘の緊張感や戦闘勝利時の達成感を追求したゲームで、簡単にクリアできないゲームを求めている人に強くおすすめです。体験版でボスは1体しかいませんが、それでも達成感を感じられるくらいには歯応えがあるでしょう。自分がプレイしている早期体験版は誰でもダウンロードできて、12月にはステアムにて正式な体験版が登場します。自分の動画を見て早期体験版をプレイしてみるもよし、12月まで待ってプレイするもよし、製品版は3月なのでその時に購入するもよし。一瞬のミスが命取りになる、ハードなゲームの世界はいかがでしょうか？概要欄にステアムなどいろいろリンクを貼っておくので、チェックよろしくお願いします。それでは皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。ゲーム紹介は余裕がある時に、作っていく予定なので気に入った方はよろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。さようならです。